皆さんこんにちは。2021年の3月の25日木曜日でございます。3月ももうね下旬ということで、2021年もう4月に入ろうとしております。本当時がね過ぎるのは早いなと思いますが、今回のテーマ3つ、寿司にしよう、今何謎、髪の毛を拾う少女、そして縄跳び世界記録80跳びっていうね、この3つを、用意しておりますが、まあのんびり雑談です今回もね。そうですね、ちょっとこの動画、この YouTube、まあモンハンライズがね、日付またいだら発売ということで、もうダウンロードは、できておりまして、僕ね初めてなんですよ、そのダウンロード版を買ったのが任天堂で。で、まあ、発売は26日なんですけれども、まあ、Amazon で買ったら25日にもうあのダウンロードできますよって書いてあったから、なんかねそのダウンロード版はなんか1日早く遊べるのかなって勘違いしてたんですけど、まあ、そんなわけないよね普通に考えるとね。とりあえずダウンロードしておいて、で、まあ、ソフト自体はだから起動しようとするんだけれども、まだあのサービスが始まってないからみたいなね感じで、まあ、26日にそのなんかキーコードみたいなやつかな入れるとあの使いますよというか、まああのできるようになりますよっていうことだと思うんですけど、まあ26日ねモンハンライズやろうと思います。まあちょっとね動画ではやるかっていうとまだ迷ってます。正直僕があんまりやる需要ってないんでね、初心者だし。ただ、まあ、圧倒的上手い人のもう競い合いになると思うんですよ、モンハンライズの動画ってね。だからあえてど素人の初心者があのなんつうかな動画やったら、ワールドの時はねあのそれが面白いってコメント入ってたんで、あの星空の前僕ゲーム実況やってたのモンハンワールドですから、初めてこのチャンネルでそうあの実況やってみようと思ったのはモンハンワールドからなんですよね。ただ僕としては正直ですよ、これもうほんとねあのぶっちゃけた話するとモンハン大好きってわけではないんですよ。あのそなんつうかな DS でモンハン界っていうのにすっごい興味があって、なんつうかな、まあインターネットでやるのももちろんいいんだけど、その場で集まってやるっていうゲームが、まあ、一番やっぱモンハンだったんですよね。だからあのモンハン自体はみんなで集まって楽しむツールみたいな感じで、ゲーム自体もめちゃくちゃこう皆さんほどハマってのめり込んでっていうわけでは特にないんですよね。じゃあなんでやるのっていうか、まあ今回のスイッチではまあモンハンライズ会ができる、まあドームハウスでねぜひやりたいなっていうのと、あとはモンハン 3G、4G、ダブルクロスと、やってきましたけど、ほとんどソロプレイでラスボス倒して終わりみたいなね。な皆さんはモンハン会とか、ネットが入ったのが 4G からでしたっけ？だから 3G まではまあどっかねあのカラオケとかあの会議室とか借りてあのモンハン会とか誰かの家でやってたと思うんですね。それでもう勝ってたくさんまあストーリークリア後もどんどん強いボスと戦っていくみたいな、やり込み要素結構多いですからモンハンはね。あの3って出て 3G級になるんでしたっけ、僕その辺分かんないですよね。で 4G でインターネットでまあ集まんなくても遊べるよってなったんですが、やっぱりかなりね荒れたと。まあ迷惑行為、パーティーキラーみたいな PK みたいなのがいて、最悪だったっていう話だったんですよね。ダブルクロスはどうだったんですかね、ネット対戦。ダブルクロスも、まあ、集まって、ダブルクロス会みたいなやつあったような気もするんですが、でその後、ワールドで本当に PS4 になって、もうすごいね、画質が綺麗になって。で、PS4 版のモンハンは、純粋にすごい面白かったです。だ今までは、こう、みんなで集まって、ただ単にこの、まあ、ゲーム会みたいに遊べる。要は、今、ボードゲーム会って流行ってるじゃないですか。あれもね、2、3回参加したことあるんですけど、やっぱ、ああいうの好きなんですよね。その、見えないところで家で、誰かとこう、つながって遊ぶっていうよりも、その場で集まって、いろいろと教えてもらいながら、ゲームをやっていったりとか、情報交換していく。だからまあ、実を言うと、ね、星ドラも、まあ、マルチで気軽に集まってっていうのが、醍醐味というかね、スマホですぐにさっと起動できてさっと遊べるっていうところだと思うんですけれども、まあ本音を言うとやっぱりさ、その
当初はね、ゲージまたぎがうんぬんとか滑りがうんぬんとかさ、そこまで把握しながら戦っていたわけではないんで、やっぱそういう情報交換、あとはやっぱり魔王級行くにもスタンプでこうやり取り、やっぱ限界あるわけですよね。だから例えば何でもいいで、まあ例えばゼイヤンにしましょう。ゼイヤン魔王級行く、やっぱこうマルチで行くのと、じゃあ実際その場で集まって4人でじゃあ自分からまずちょっとバフかけるねとか、じゃあ今タタウタ入れるねとかさ、そういうその場の空気でみんなで協力しながら遊んでいくみたいなさ、そうやっぱね、そっちの方が興味あるんですよね。それでモンハンライズはまた新たにこう任天堂スイッチ携帯ゲーム機にもなるよみたいな、まず据え置きでもなるし、まあライトは完全携帯ゲーム機だからね。でまたこう集まるっていう原点に戻ってできるかな、まあネットでもやると思うんですけど、おそらくね。それでね、ぜひやりたいなと思ってます。ただその前の本当モンハンワールドがよくできてたよね。なんか足跡を探索しながらまずモンスターを探しに行くとか、なんかいろいろな本当に要素があるのと、とにかくやっぱグラフィックが綺麗になったことですごくね楽しく遊べておりましたから、ワールドはワールドもね、そこまでアイスボーンまでやってないんですけれども、でもね、そうそう、ワールドのおかげで、ワールドがあんまり面白くなければもしかしたらモンハンライズはやってないかもしれないんだけど、本当にダブルクロスですごくいろいろなアクションが使えるようになってから、おこれはなんか少し遊べるようになってきたかなと。僕はね、もっさりした動きはダメなんですよ、モンハンのね。だからまあ最初はやっぱ体験使いって言われるんだけど、なんかよいしょドーン、そして振り回す、避けるみたいなさ、それがもう例えばゼルダだったら、はい切って切って防御を切って切ってみたいなさ、やっぱそのね、リアル感がまあいいっていう人もいると思うんですけど、僕はちょっと苦手だったんですけど、ものすごくまあアクションも多彩なので、そうですね、少しまあ僕の好み寄りにどんどんモンハンが進化しているなというような感じはしますね。はい、ということでどうかな、なんか2期ぐらいやりそうですけどね、モンハン。とりあえずこんなキャラ作りましたから始まって、ただまあもうアクセスを集めていくとかっていうのはもう難しいと思ってますんで、その辺はもう気にせずにやっていこうかなと思ってます。はい、まあよければモンハンライズこの動画見てくださっている方でやるよっていう人がいたら、まあ、DM でも送ってください。ぜひね、ネットで一緒に遊んだりしましょう。で、動画 OK な人はなんか一緒にマルチ行きましたよとかね、まあ、そういうモンハンライズ日記もやってもいいかなと思っております。ではね、ちょっと前置き長くなりましたけれども、お寿司にしようっていうねタイトルで、まあ、僕ってね、お寿司ってあんま食べないんですね。生もんがねちょっとダメで、下痢するとかではないんですけど、まあ火取ってる方が好きだよっていう、単純にね、まあ、ただ嫌いではなくて、そうだな、お寿司屋さんに行くとまず何食べるかな、一番好きなネタっていうのは、僕は昔から言ってるのはイクラが好きだったんですよ。小さい頃はもう本当にお寿司って言うとイクラが好きだったんですけれども、まあ普通に今例えば磯丸水産とか例えば行くとしますよ、海鮮系ね。磯丸水産お寿司屋さんじゃないか、まあお寿司屋さん行ったとしたら、なんか中トロ丼とかなんかそういう丼物の方が好きって感じなんですよ、お寿司よりね。まあ冷めてるのがあんましなんだろうね、きっとね、冷たいっていうか、あとは酢飯があんまし好きじゃないんですよ、酢がなんか苦手なんで。そうだから、まあおにぎりは好きだけど、お寿司になるとちょっとなみたいな、酢が強くなるとなみたいなのがあって、あんまりね、そうだな、これ食べ物で言うとな、どのぐらいかな、何に相当するぐらいなんだろうな。例えばオムライスとお寿司どっち食べに行きたいですかって言って、まあやっと同率になってくるか、まだなんかだったらオムライスの方が好きかなぐらいの感じなんですよね。まあ分かんない、オムライス大好物な人がいたら全然話比べる対象にならないんですけれども、まあとにかくですね、お寿司はたまにしか、本当1年に何回かしか食べないかな。ただやっぱうちの親は好きなんで、よくお弁当買ってきてくれて、まあお寿司食べるとか、巻物食べるとか、まあ中トロ丼食べるっていうのはあるんですけど、まあ、中トロは普通に美味しいですね。大トロになるとやっぱちょっと脂きついかなっていう感じになってくる。あとはなんかね、炙り物とか、まあサーモンはね結構誰でも好きだと思うんですけど、僕なんつうかな、そう魚あんまり食べないので、
そもそもね。そう、だからね、もっとね、ちゃんと、まあ、お肉より魚よりの方が健康というかさ、なんか言うじゃないですか、脂肪とかね、いろいろね。お魚食べられるようになりたいなとは思うんですけど、どうもね、お魚が苦手で、なんか骨がダメなんですよね。骨、なんかこう、食べるのがもうまずめんどくさいとか。だから、サバの味噌煮とか、あと食べれるとしたら、本当イワシかな、なんかサバの缶詰とか、缶詰のお魚とか、あとね、シシャモはね、結構昔から好きですね。あれって丸ごとほら、パクって食べれるし、結構しょっぱいっていうか、塩効いてて美味しいんですよね。そう、だからもう、サクッともう全部食べれちゃうみたいな、まあ、そういう魚だったらいいんですけど、なんかこう、うまく食べれないんですよね。本当お魚きれいに食べれる人っていうのは、やっぱ気持ちいいですよね。もう、何、骨だけしか残らないみたいな人いますもんね、食べ方きれいでね。で、またちょっとそれてきたんですけど、お寿司は、今までずっと醤油で食べてました。ただ、本当に通な人っていうのは、お寿司ってもう醤油も、本当ちょんっていうね、もう2、3滴ぐらいちょんって浸して食べる。で、ネタを楽しむっていう、多分そういう感じですよね、おそらくね。ただ、やっぱり、圧倒的に多いのは、もうたっぷり醤油ね。べちょべちょに醤油 つけて食べる人の方が多いんじゃないかなと思って、僕もそっち派でした。もう本当にね、ビチャーってもう醤油つけて食べないと、あんまりこう味がみたいな。まあ多分ね、酢飯がそんな好きではないから、多分醤油つけちゃうっていうのもあるかもしれないんだけど、まあそうなると多分ね、寿司通の人からすると、いやもうそんなネタの味わかんないじゃないかっていう話になると思うんですけど、まあとにかく醤油は今までもうたっぷりつけて、まあ食べるっていう、まあそれはさ、人それぞれ別に正解なんてないからさ、自由に食べればいいと思うんですけれども、それが最近ですね、塩で食べるようになったんですよ。で、まあもともとお寿司を塩で食べるっていう文化があるっていうのは知っていたんですけど、そこには興味がなく、なんだったかな、なんかね、抹茶の塩が家にあって、あ、それをちょっとかけて食べてみようかなっていうのがサーモンですね。そう、サーモンを塩でちょっとつけて食べてみたら、なんかね、醤油よりもすごい全体的にネタの味がして美味しかったんですよ。で、それからね、もう今醤油使わないんですよね。で、これってさ、お寿司屋さん行くと塩であるんですかね。もう醤油しかないのかな。なんかお寿司屋さん行っても僕塩で今食べたいなみたいな。まあネタによっては、例えばイカとかね、タコとかは、もしかしたら醤油の方がいいかもしれないけど、今んとこ全部塩でいっちゃってますね。まあ、2つあると一番ベストですね。塩と醤油2つあって、まあ、例えば2貫来るじゃないですか。例えばね。で、1貫は塩、まあ、1つ目は塩で食べて、もう1個は醤油で食べるとか、まあ、そういう楽しみ方でもいいんですけど、なんかね、最近僕は、お寿司を塩で食べてます。そうすると結構ね、なんか、あ、美味しいなーって思えますね。なんかね、塩で食べてみると、あ、今まで醤油でこんだけお寿司の味が隠れてたんだみたいなね、いうふうにちょっと感じました。まあそれはもう好き嫌いなんですけど、皆さんもね、お寿司食べるときって、まあ、サーモンとかね、ちょっと塩パラパラってつけて食べてみるといいかな。まあ、それで、うわ、ちょっと合わない、まずい、せっかくの貴重なサーモンを1個どうしてくれんだよとか言われても責任持ちませんけどね。はい。ということで、まず、一ネタ目、寿司にしようという話でした。で、もう1個はですね、僕が中学校の頃にですね、とっても不思議な女の子がおりまして、未だにこれ幻想かなって本当に思ってしまうんですけれども、まあ、結構おとなしめの女の子で、すごく小さいピノキオみたいな感じの、ピノキオ、じゃキノピオか、マリオの、キノピオみたいな、なんか雰囲気の女の子がいて、そうですね、掃除の時間になると、いつもコソ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 してるんですね。で、何やってんのかなってすごく不思議に思ってて、よし、これちょっと突き止めるかということで、ある日ですね、まあ、その子をずっと張ってたわけですよね。で、何、あ、なんか今しゃがんだ、あ、ちょ、何やったと思ったら、
拾ってることまで突き止めてきたんですよね。なんか今拾ったぞ。だからそれがあまりにも何を拾ってるのかよく分かんないんですよね。目の前にいるわけじゃないし。で、まあ、ある日ね、それをね、突き止めたんですよ。それがね、髪の毛だったんですよね。これ、ちょっとゾッとしません？びっくりしてですね、それを気づいたのは僕だけらしいんですよ。で、まあ友達とかにさ、ちょっとさ、この前さ、あの子さ、まあなんか拾ってるよね、みたいな話して、そんなの全然知らない、みたいな。なんかさ、髪の毛拾ってんだって言うと、そんなわけないだろうと言われるんですよね。で、それを見た人が誰もいないの。すごいね、上手なの。あの拾い方が。なんていうの、手品みたいに拾うんですよ。だから、まずその子の行動に疑問を持つ人が誰もクラスにいなかったから、そもそも何を拾ってるのかよくわかんない。拾ったとしても髪の毛だから全然わかんないんですよね。で、その髪の毛どうしてんだろうみたいな。で、これも、いや、僕の記憶だともう間違いないんですよ。ただ、未だにあれって夢だったのかなってちょっとね、思ってしまうシーンもあるから、あのね、70% ぐらいの話で聞いてもらった方がいいかもしれないですね。で、必ず拾った後にやる行動があるんですね。それは何かというと、胸のポケット。まあ、うちの中学校ってブレザーだったんで、女子も男子も、なんとかな、下のワイシャツに、胸元ポケット、胸ポケットっていうんですか？っていうのがあったんですけど、その胸のポケットに、必ず髪の毛を入れ、確か髪の毛だったと思うんです。髪の毛かホコリ、どっちかなんですよ。あれホコリだったっけな。とにかくそれを集めてんだろうね、きっとね。髪の毛かホコリなんですよね。でだからホコリはちょっと束になって髪の毛とかよくほら床に落ちてるとちょっとほこりが巻きついてるじゃないですか。それどっちかなんですよ。ほこりか髪の毛をどっちか集めてるっていうような感じで、それをね、なんかすごいうまいのね。もうさっと気づいたら胸元に入れているみたいな感じなんですよね。で本人に聞こうと思ったんですけど、ちょっとやっぱ怖いじゃないですか。なんかまあ本人にしては本当に触れられて欲しくない領域の話かもしれないし、何か見たなみたいな感じでさ、恨み持たれてもこんな怖いし、なんか結局聞かないで終わったのかな。で僕そういうのって割と聞いちゃう方なんですよ。遠慮しないというか、その子にも髪の毛って何で拾ったのとかさ、何に使うのっていうのは、まあ、答えは出ないできっと言わないだろうね。それは本人言いたくないと思うから。ただ事実確認をまずしたかったのと、まあ、あわよくばなんかこうそれで何か作るのか、本当謎だから、いまだにあの時何だったんだろう話と原因を解明できる出来事があるとしたら、あの子は何をやっていたんだろうっていうのを答えを知りたいんですよね。先ほどちょっとラジオ聞いてたら、なんか面白い話があって、縄跳びの世界記録で80跳びをしている人がいると。なんかね、2つの記録がなんかまあ話題に上がっていて、日本人なんだって両方とも。まあ80跳びかすごいなと思って、で縄跳びだけで10万円以上するっていうから、何それみたいな。でもそんぐらいじゃないと跳べないんだろうね。だからなんかさ、もうそういうさ、ギネス記録っていうやっぱね、ところに挑戦してるから、もう普通の縄跳びとかじゃもう無理みたいで、もう空気抵抗の少なくてとか、靴も本当に高く飛び上がれてみたいな感じのものなんですけれども、で結局ね、YouTube に動画上がってるんですね。だから縄跳び80跳びで検索すると、森口さんという方の紹介の動画が出るんで、それを見ていただけると分かると思います。70跳びが今んとこ世界記録で、それが森口さんという方持ってるんですよ。だから70跳びはできるんだね。
あとは70飛びも連続で何回飛べるかとか、60飛び何回飛べるかとか、あと24時間ずっと縄跳びを飛び続けて何回飛べるか記録とか、そんなこと結構 あるんですけれども、でその80飛びはね、7回転とあと8割型は来ているそうなんで、あともう一歩少しだけで、まあ、また世界記録は更新できるっていうことらしいんですけど、ほらどうやって飛んでるのみたいなのをちょっと見てみたくて、先ほど YouTube で見たんですけど、まあそんなに衝撃的な映像ではないけど、でもなんか面白いなと思ってね、こういういろいろな試みっていうのはね、ギネスもさ本当にいろんな記録があってさ、まあ本当切りないですよねギネスってね、何でもかんでもなんかやろうと思えばギネス記録になっちゃうっていうかさ、くだらないことでもね。ただやっぱりこう命をね落とすみたいな感じのはやめてほしいですね。だからよくさ食べ物の大食い大会とかあるけど、あれもさ、そもそもそのやっぱり食もね、日本ってものすごい大量に食捨ててるじゃないですか。それでさ、こう競技としてね、こうご飯を大量にこう食べるっていうのもあんまりちょっと気持ちよくないですね、僕の中ではね。あとまあ大食いで死んじゃう人もいるじゃないですか。あとこうむせたりとか、まあ、以前ちょっとね聞いて怖かったのは、スパゲッティの大食いの時に渋滞だか死亡したのかな。でパスタって膨れるらしいんですよ。だからお腹いっぱいに食べちゃうと、そっから多分何点何倍とかにお腹がさらに膨れ上がっちゃうみたいな、それちょっと怖いなと思っていて、だから食べ物もちゃんとそういった胃の中でどういう状況になるかっていうね、ものもなんかちゃんと検証してやんないと危ないなと思うんですけれどもね。はい、ということで今回は、寿司にしよう、そして髪の毛を拾うショート、これちょっと未だ 謎ですね、それから縄跳び、世界記録80跳びに挑戦中ということでね、お話ししてきました。あとなんかでもやりたいんですよ、今オンラインゲームスイッチでなんかないんですかね、そういうの探してるんで、まあ皆さんとまたね生配信とかで遊べる日が来ればなっていうのは思ってます。はい、ということで、あとサブチャンの方で後でラジオを撮ろうかなと思いますので、興味があれば、サブチャンの方もチェックしてください。ではなくなりました。また次回のラジオ動画等でお会いしましょう。さようなら。